おう、おめえ何やってんだ。私、そんなに怯えなくても取ってくやしねえよ。キョロキョロあたりを見回してたが、もしかして道に迷ったのか。連れて行ってやりてえのは山々だがよ、俺も居候であんまりこの辺りに明るくねえんだ。悪いな。大丈夫です。ありがとうございます。私、町に出るのが初めてで、人が大勢いるのに驚いてしまったんです。は、初めてだ。おめえどんな生活してんだよ。どんなと言われましても、ずっと家の中で過ごしています。外は危ないので出てはいけないと言われて、でもどうしても一度自分の目で見てみたかったんです。はあ、おめえいいとこのお嬢様なんだな。家のやつの言う通り、外は危ねえことだらけだ。散歩はその辺にして、さっさと帰るこった。はい、ありがとうございます。見た目は少し怖いけれど優しい方。あ、お名前を伺い忘れてました。いつかまた会えるでしょうか。おめえ巨匠にいた箱入り娘じゃねえか。なんでここにいるんだよ。こんにちは。よかった、やっと会えました。どうしてもあの時のお礼が言いたくて、ずっとあなたを探していたんです。礼だ。俺がおめえに何かしたか。初めての町で右も左もわからない私に優しく声をかけてくださいました。あの時初めて外に出てとても怖かったんです。だから本当に嬉しくて、ほっとして。それだけで俺を追っかけてここまで来たってのか。まったく呆れたお嬢様だぜ。だがそういうひたむきさは嫌いじゃねえぜ。おめえなかなか面白いやつじゃねえか。面白い？私がですか。そんなこと初めて言われました。本当に何でもかんでも初めてなんだな。まあいいけどよ。気が済んだんなら早いとこ巨匠へ戻りな。家の奴らが心配してるだろうしよ。はい、でもまだ一人で帰るのはちょっと不安で。上海に来た時は知っている人についてきたので大丈夫だったのですが。ったく仕方ねえな。俺の手が空いたら送っていってやら。それまでここを出るんじゃねえぞ。本当ですか。ありがとうございます。あなたはやっぱりとてもお優しい方なんですね。よせ。優しいなんざ言われ慣れてねえんだ。照れるじゃねえか。ここでもまたおめえに会うとはな。俺たちについてきちまったのか。ずっと思ってたんだがよ、一体おめえは何者なんだ。私は花光鬼と申します。曹操様に仕える花光園の命にあたります。何だと。俺たちにつきまとって監視してやがったのか。いえ、そんなつもりはありません。私はただ。もう十分外を見て気は済んだだろう。とっとと巨匠へ戻りな。戻りたくありません。巨匠に戻ったらもう家から出られないでしょう。あなたにも二度と。俺たちは曹操に助手を叩き出されたんだ。俺はともかく、他の奴らがおめえを見たらどう思うよ。それは。お嬢様はお嬢様らしく都でおとなしく暮らしてな。
まあ最後に無事な姿が見られてよかったぜ。あ、待って、来るんじゃねえ。次顔見せたら承知しねえぞ。言ったはずだぜ、次に見かけたら承知しねえってな。分かっています。でもどうしても気持ちを伝えたくて。私が皆さんについて行ったのは外の世界を見たかったからというのもあります。でも一番の理由は違うんです。ただ張飛様と一緒にいたくて、離れたくなかったから。おいおい、おめえ気は確かか。俺なんかのどこがよくて。どこってそんなの選べません。とってもかっこよくて、優しくて、もじゃもじゃのおひげが可愛くて、全部素敵です。バカ野郎、急に何言ってんだおめえは。しかも優にこと書いて可愛いだ。ごめんなさい、でも本当にそう思うんです。箱入りお嬢様かと思いきや変な娘だぜ。俺なんかがいいなんてよ。俺と一緒になったらきっと大変な目にばかり合わせちまうだろうぜ。後悔したって知らねえからな。じゃあ何言ったってついてくるんだ。近くに置いとく子が仕方ねえだろ。張飛様、嬉しいです。ふつつかものですがよろしくお願いいたします。あ、俺の方こそよろしく頼むぜ。張飛、正妻、まだ初陣なんて早くねえか。そうよ、戦場はとても怖いところなんだから。大丈夫だって、覚悟ならとっくにできてる。二人とも心配しないで。私たちは戦に出るために厳しい鍛錬を積んできたから。あのな、戦と鍛錬じゃ訳が違うんだ。そこんとこ分かってんのか。そうだぜ正妻、だからあんまり無理すんなよ。危なくなったらすぐ俺に言うんだぞ。兄上こそあまり出すぎると援護ができない。無茶はしないで。ったく、こんな調子で大丈夫か。親の心配は尽きねえぜ。でもいつかはこんな日が来ると思っていました。見守って支えるのが私たちの役目なんですよね。まあそれもそうだな。しゃあねえ、俺がしっかりお守りしてやるか。